はい、こんにちは、1 1 6インズです。ということで、2023年の MLB のシーズンは、テキサス・レンジャーズが球団史上初めての世界一に輝いて幕を閉じましたね。ずっと再建中でしたが、ここ2年間の大型契約や自前で育てた若手たちの活躍が光っての見事な戦いぶりでした。で、そのレンジャーズと同地区にして我らがマリナーズはというと、レンジャーズと最終的には2ゲーム差、プレイオフ圏内まであと1勝足りずにプレイオフ進出自体を逃してしまったわけですが、本当に少しでも展開が異なればプレイオフいけていたと思いますので、悔しい年となって ししまいまいた今年のマリナーズを振り返って悔やまれるのはやっぱりオフの補強組がことごとく不発に終わった点ですよね特にセカンドのレギュラーとして期待したコルテン・ウォンの不振はとにかく痛かったですここ2年間ブルワーズでプレーしたウォンですが怪我はありながらも攻守にソリッドな活躍を見せ昨年に至っては攻撃面でキャリアイヤーとなったわけでなかなかセカンドのポジションを埋めることができていなかったマリナーズとしてはブルワーズ時代と同じような活躍を期待したところ えー、打っては打率1割6分5輪 OPS4 割6分8輪守っては DRS-5、UZR-1.3。 いやいやいやと聞いていた話と全然違うんだけどという見事な逆噴射ぶりでして、たった67試合の出場でベースボールレファレンスサンスのウィンザー・ブリプレイスメントは衝撃のマイナス1.2。マリナーズが期待したことの完全に逆を言ったのが今年のコルテン・ウォンさんでした。ちなみに2001年以降のマリナーズでプレイした内野手のうち、ベースボールレファレンスサンスのウィンザー・ブリプレイスメントでマイナス1未満を叩き出した選手たちは、マリナーズ暗黒史における伝説的なプレイヤーが含まれるくらいの、それくらいの水準です。 例を挙げれば打率がシアトル市外局場に敗れた男としておなじみ、2007年のリッチー・セクソンさんはマイナス1.1。エンゼルス時代は優秀なリードオフマンとして活躍しながらもマリナーズと大型契約を結んでから全くもって機能しなかったショーン・フィギンスさんもマリナーズ最終年となった2012年にウィンザー・ブ・リプレイスメントマイナス1.2を叩き出しています。 要するに今年のウォンのパフォーマンスはこのいろんな意味で伝説的な活躍を見せた選手たちと遜色ない水準であったと、そんな記録にも記憶にも残ったウォンさんですが、今回はマリナーズでの彼の思い出を振り返っていこうかなと思っています。まずはウォンとマリナーズの始まりをおさらいしましょう。それはマリナーズフロントにとっての恋でした。 カージナルス時代からソリトのセカンドとして活躍してきたウォンが2020年オフに FA となった際、セカンドのレギュラー候補を探していたマリナーズもウォン獲得に興味を示していました。最終的にマリナーズはウォンに対して2年契約を提示したのですが、ただブルワーズがより年俸の高い2年契約をオファーし、さらに3年目のオプションもつけてきたことでマリナーズは条件面で不利となってしまい、かつオファーの増額もオーナー側から OK が出なかったことから、ブルワーズと契約されてしまった過去がありました。リポトさんをはじめとしたマリナーズフロントの恋が終わった瞬間です。 バリナーズはその後も一向にセカンドを埋められなかった間、ウォンはブルワーズで打撃面の成長も見せるなどして平均以上のレギュラーとして活躍し、ウォンと契約できていればと思う場面はこの間何度もあったことでしょうね。しかしディポトさんは失恋で折れるような男ではありません。ずっとチャンスをうかがっていましたし、それが現実となったのが昨年の12月。 ブルワーズがペイロールの整理を行い始めたことでウォンにトレードの可能性が浮上し、すかさずトレードでウォン獲得を実現。2年越しに思いを成就させたわけです。正直自分としては昨年ずっと言っていましたが、もっと上位レベルの二遊間の選手を狙ってほしいと思っていただけに、ウォン獲得で落ち着いたのは少し残念でしたが、それでもセカンドのアップグレードになったとは思っていましたし、マリナーズの昨年の補強ではテオスカ・ヘルナンデス獲得に次ぐ目玉補強でしたからね。期待半分、不安半分といった具合。 ま、あそれよりも自分が気に入った選手に対してはとんでもない執念を見せるティポートさん恐ろしいなという気持ちもありまして、しかもその後ウォンと同じように FA で取り逃した過去のあるラステラも連れてきて、ほんとその執念やべえなと思ったりもしたのが印象深いです。そんな感じでマリナーズにやってきたウォン、チームとしては当然今まで埋めることができなかったセカンドのポジションを埋める存在としての活躍に期待、上位打線での活躍に期待していたわけで、開幕戦2番セカンドでスタメン出場したあたりにその期待の高さも伺えました。 伺いましたが、まあ、ヒットが出ない。おかしいな、聞いていた話となんか違うなと。もっとソリッドなプレイを見せてくれるもんだと思っていたんですが、3月30日の開幕戦から4月22日までの17試合で、ウォンさんなんとびっくり53打数5安打。打率にして0割9分4輪。調子が悪いとかのレベルの話では済まないくらいに不調で、ウォン本人もこんなことは経験したことがないと発言するほどでした。 守備面も昨年の時点で少し表面で怪しさが見え隠れしていましたが開幕からしっかりマイナスを叩き出しまして攻守に不穏なスタートとなってしまったわけですマイナーズファンのきっと多くの方もこのウォンのスロースタートにあれこれ大丈夫と思ったことでしょう そんな超スロースタートを切ったウォンですが、ただね、そこはもう実績のある選手ですから、どこかでしっかりアジャストしてくるわけですよ。ウォンさんにもその瞬間がやってきました。4月23日から5月5日までの7試合、ようやく本来のバッティングを少し取り戻し、この間24打数10アンダー、タイミングの取り方を修正し、レッグキックを省いたのが功を奏したようですが、5月5日のホームでのアストロズ戦では5回に満塁で奏者一奏となるタイムリーを放ち、初めてシアトルのファンからの大歓声を浴びる瞬間もやってきて、 ここからウォンのマリナーズでの活躍が始まるんだと、この時は期待しました。まあ、ただね、うまくいかない時というのは本当にうまくいかないものでして、このタイムリーを打った翌日の試合でダイビングキャッチを試みた際に、ウォンさん手首を負傷。IL に入るほどではありませんでしたが、この怪我でいい時期はあっという間に終わってしまった感があります。そしてこれがウォンの短いマリナーズ時代、最も活躍したスパンでした。 怪我してからまた調子を落としてしまい、5月16日時点でシーズンの打率1割7分7厘、OPS4 割6分8厘、マリナズもどうにか我慢して彼を使い続けましたが、一向に調子が上がる気配はなく、その間にルーキーホセ・カバエロが講師にインパクトを残していました。そしてついに5月17日のレッドソックス戦では、相手先発が右通して、普段だったらサービス監督、左打者を多く並べるところですが、この日は右のカバエロ起用を決断、事実上ウォンのスタメン剥奪が決まった瞬間でした。 目玉補強で獲得した選手ですが、わずか開幕1ヶ月半でこんなことになってしまったと、長くメジャーで活躍してきたウォンにとっても新人にポジションを追われる形となったのはおそらく屈辱的な出来事だったと思いますが、サービス監督いわくプロとしてしっかり受け止め、良きチームメートとして振る舞っていたそうで、そういった姿勢は評価していたそうですね。 スタメン剥奪後しばらくはカバエロの起用が増えていましたがカバエロの調子が落ち始めてからは主に右投手が相手先発の試合でウォンの出場機会が再び増え始めました今度こそ復活できたら良かったんですが残念ながらそれもかなわず8月頭のトレードデッドラインが近づくことにウォンの未来は怪しくなってきました もはや失敗を認めて先へ進むしか選択肢がない状況の中、最後の最後でウォンが最高に輝く瞬間が訪れます。それが7月24日、敵地でのツインズ戦、マニラズ1点ビハインドの9回表、2アウト1塁で、カバヤロに打順が回ったところでサービス監督はウォンを代打機用、右のスイーパー使いであるジャックスが相手でしたので、右のカバヤロよりも左のウォンの方がチャンスがあると考えたのでしょう。 とはいえ、そもそも打率1割5分7厘、OPS4 割4分8厘のウォンに一体何を期待するのか、ツイッターのマリナーズファンはだいぶその起用に荒れていた印象でしたが、ジャックスの少し浮いたスイーパーをウォンがうまくすくい上げ、ライト方向へ飛んだ打球はなかなか落ちてこず、ライトのケプラーがクッション処理に耐勢を変えたその瞬間、マリナーズの大逆転が決まりました。 左手を高々と掲げてベースを一周するウォン。マリナーズ側の実況であるデーブ・シムズさんも信じられないと言わんばかりに大興奮。マリナーズファンの多くもきっと同じだったでしょう。シーズンを通してずっと苦しんだウォンに野球の神様が少し微笑んだんでしょうね。 マリナーズはこの試合あたりまでずっと勝率5割近辺をさまよっていましたがあまりに劇的な展開にこれはウォンの一打がシーズンを救う一打になるそう確信するには十分すぎましたねいやーあれはすごかったまあこの試合その後負けたんですけどね嘘だろうって思いますよね自分もそう思いましたウォンがヒーローとなったのはほんの10分20分程度持ってなさすぎるそしてそれからほどなくしてウォンとの別れが訪れます トレードデッドラインを前にマリナーズはクローザーのシーワールドをダイヤモンド惑星へホースへ放出し、見返りに3人の野手を獲得。そのうちの1人は左打ちでセカンドも守れる内野手のジョシュロハスでした。左打ちのセカンドというタイプがロかぶりな選手を連れてきた時点で結論は出ていますよね。デッドライン直前にレッドソックスがウォンを獲得するかもしれないという怪情報は流れたものの、それが実現することはなく、トレードデッドライン終了後にマリナーズはウォンを DFA。本人とチーム双方に苦しんだマリナ時代のウォンはこれにて終わりを迎えました。 マリナーズでのウォンはまあ正直うまくいかないことの連続だったと思いますが、それにしたってここまで悪い方向に転がってしまったのは、双方にとっても悪夢だったでしょうね。とはいえ、ウォン自身も期待されてマリナーズに来たことは分かっていたでしょうし、失敗したくてしてるわけでもないでしょうから、本当に巡り合わせが良くなかったと、もう流すほかないでしょう。仕方ないです、お互いに忘れた方がいいでしょう。ウォンもこれまでしっかり活躍してきた選手なだけに、今後の復活に期待したいですよね。ということでご視聴ありがとうございました。 で終われたらどれだけ良かったか。マリナーズから DFA 後、ウォンはドジャースとマイナー契約を結び、トリプレイに合流してから打ちまくりまして、なんと9月のロースター拡大に伴ってメジャーに上がってくるというじゃないですか。この時ものすごく嫌な予感がしました。ドジャースは9月にマリナーズ戦を控えていたからですね。で、シアトルで迎えたドジャースとマリナーズ3連戦、シリーズ2戦目の9月16日のゲームでした。 ドジャースはこの試合に勝てば地区優勝。マリナーズは絶賛熾烈なプレーオフ争い中ということで、一つでも多くの試合を勝ちたい状況下で、両チームの投手陣が一歩も譲らない見事な投手戦となりまして、0対0のまま延長タイブレイクに突入し、 10回表、ドジャースがワンアウト満塁の絶好のチャンスを作って代打で登場したのは、あのウォンでした。2球で追い込まれてからマリナーズ時代見たことのないような素晴らしいアプローチで粘った末の7球目、宇宙間球場の一番深いところまで打球を飛ばし、これが特大の犠牲フライに、あれは敵ながら最高の仕事ぶりでしたね。これで先制したドジャースはその裏に追いつかれるものの、続く11回にマリナーズを突き放してこの試合を制しました。 ウォンがしっかり仕事をしたからこそこの試合勝てたと言ってもいいでしょうね。地区優勝を決めシャンパンファイトに酔いしれるドジャースの選手たち。その中にはマリナーズから年俸の大部分を受け取りながらも、今季マリナーズの主力として戦った選手とした結果的にはただ一人、シアトリでシャンパンファイトを経験することになったウォンの姿も。もうなんでこうなっちゃうのと。 本当にね、何なんでしょうね。まあ、見事なリベンジツアーでした。ちなみになんですが、ウォンが放った特大の犠牲フライは360フィート飛びまして、そんな打球シアトルで打ったことないだろうと思ったところ、今季ウォンがシアトルで打った打球としては3番目の飛距離だったそうです。最高にマリナーズですね。マリナーズを離れてからもマリナーズを苦しめることとなったコール10ウォン。久々に強烈な印象を残した選手でしたね。 こういった名選手は暗黒時代に置き去りにしたはずなんですけどね。未だにセカンドが固まらないマリナーズですが、ただロハスが後半戦結構頑張ってくれましたので、引き続きその活躍に期待しながら、補強をもう一度頑張ってもいいと思いますが、マリナーズフロントは果たしてこの冬どう動くのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。